さて、今会いたい人のコーナー、本日は再び柊木アリスさんにお越しいただいています。アリスさん、先日あんなことがありながらのご出演ありがとうございます。何でも今日はアリスさんからお話があるとか。はい、皆さんにお伝えしたいことがあります。先日このスタジオで起こった事件ですが、あれは私のせいなんです。生放送中に私に告白するように MC の人をけしかけたんです。一緒にいた女性の方と婚約したばかりと聞いて、その関係を壊してやろうと。アリスさん、あの二人だけじゃありません。幸せそうな女性を見ると妬ましくて、いろいろな男性を惑わせて破局させました。ちょっとねえ、何これ、ドッキリか何か。そんな私をマネージャーは止めようとしてくれてました。けど私はそんな彼らにも腹を立て、泣いて謝るまで暴行を繰り返しました。マネージャーが交代したのは私が前のマネージャーを潰したからです。これ今話したことは正真正銘の事実です。少し調べてもらえばわかると思います。今まで多くの人たちを欺いて傷つけて本当に申し訳ありませんでした。心の回答団、全部私がしたことなんです。周りの人たちは何も悪くないんです。ごめんなさい、ごめんなさい。おい、カメラ止めろ、放送中止画面急げ。